おはようございます。さあ、今日はですねこちら、うん、まあ見ても分かる通り、うん、ファミツアップに新しく入荷しました新型罰ゲームマシーンです。イエーイ。ドン・キホーテで販売しております、あのお笑いの吉本さんとコラボした商品、うん、絶叫風船芸人という罰ゲームのアイテムになっております。芸人さんがやるやつでしょ。名前からね察するように風船を爆発する機械になっております。風船を爆発する、ほんの重い。そうだから空気を送り込むための機械がモーターみたいなねあるやん、うん、そういうのが入ってるんで、ああこれねエアベッド膨らますみたいな感じでね、割と重い。これ空気入れの代わりにもなるって。お察しの通りね、はい、こちら機材チェックを毎日動画でしたいと思います。あーなるほど。やりたくないわ。じゃあみーこさんがやるって。なんでよ。決まってない、決まってない、やめてやめちゃう。いや、毎日動画毎回出てるわけだからさ。俺それでいいと思う。だって俺らやっても別にさ、そうそうそう、そうなくない。しょうがないよ。おかしい、おかしい。だって毎日動画だよ、ゲストだよ。責任者だよ、なんだよ。責任者そこだから、どうする。喧嘩しないで。喧嘩は良くないから、みーこにやってもらおう。なんで、なんで、ほんとにやだ。やだやだやだ、ちゃんとゲームで決めようよ、毎日動画らしくさ。おお。いいこと言うね。でしょ？ゲームでね。そうゲームで決めよう。モンスト。モンストやろう。ちょっとバカバカ。始めるの。モンストだったらモンストだったらね二人勝っちゃうから。ここは平等にじゃあゲームで決めましょう。うん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 。じゃあそのゲームはゲームかカバン見せるにして。カバン見せる。カバン見せるから。じゃあ平等にゲームでいきましょう。嘘でしょ。嘘じゃん。まあ、今回はゲームですから。確かにね。ビリビリマシンという罰ゲームじゃないですか。これビリビリショックのゲームですから。ちょっとじゃこれ一回開けてみましょう。あ、そうだね。先にね、なんか見よう。このね、ドクロマーク入ったもういかにも危なそうだね。チャッチ。一応電源コードが必要ですね。電源コードを説明書ある。こちらコード、ホース、ホース。すげえ。ホースにつなげて。で、ホースの先端に風船をつけて、うんうんうん、その、そうですね。肺活量ねえな。黄色か黒どっちかが抜く方で、うん、びっくりした。今どっち、はいはい、それ抜く方。うるせえ、うるせえ。これをこうか。結構ややこしいんだ。結構ややこしいですね。こうこうしてバッテリーみたいだな。怖いんだけど、ね、バイクのバッテリーみたい。バッテリーみたいですね。あ、それ抜く方じゃないの。でも出てる、つながりする。さあということで準備完了です。はい、はい。さあ罰ゲームの準備は完了できましたね。これすげえうるさいっすよ。すごいね、ブエー、掃除機並みのね、うん、うるささ。あーびっくりした。あーびっくりした。じゃあやばい、もう膨らんじゃうじゃん膨らんじゃうじゃん。やめてもうやめても、本当に怖いからこれ。さあこのように勝手にね、風船が膨らんでいくと、はい、いや本当にやだ。いやーこれはありがたい、我々にとってありがたい商品ですね、本当にね。そうっすね、ありがたいっすね。本当に顔がこうばってますよ、美容さん。あーいやーもう全然、まあ、さあということで、こちらの機材チェックを兼ねた罰ゲームを受けていただくのは、こちらですね。一番早かった1名だけですね。だからトーナメント制にしましょう。いや俺何回もやるってこと。俺やりたくないんだけど。いや俺ね、多分ワンショックにしましょう。ワンショックにしようよ。ワンショックにしましょう。いや僕ね、あの電気受けるとね体ダメになっちゃうっていう。一人だけ残るみたいなやつがあるの。ある。うーん、2人助かるみたいな。いや超ドキドキする。あ、やめえ、びっくりした。え、俺そういうダメ。もうやるの。やらないですか。もうやるのね。はい、これ勝負ね。はい、え、俺大丈夫だったよ。うん、俺食らった。なんなん、あ、すげえ、すごい。私、全然食らわなかったよ。ワンショックですからね。え、じゃあ、桜井くんでよろしいってこと。え、マジで。じゃあ、ということで、じゃあ、宮坊さんが、じゃあ、押してあげてください。タイガー桜井の罰ゲーム。これね、白ドラの生放送とかで使ったりしてるんですけど、うん、その時は、
あの T シャツの中に入れてもらったりしてるんですけど。やだわ。そうですね。いや、おかしくない？そうですね。これめっちゃ伸びるわ。じゃあちょっと着替えチェックねしましょうか。やだわマジで。我々まで行きますからね。え、マジでやだ。じゃあ宮本さん、3、2、1、着替えチェック。初めての経験者の桜井くんにちょっとインタビューしたいんですけど、まず痛かったですか？一回やってみた方がいいです。あ、一回やったら分かる。え、痛いの？やばいじゃん。ちょっと痛い。あれでしょ、あれでしょ、それ多分ホースがなんかちょっと当たってた、当たってたみたいな感じ。いや、痛い。普通に痛い。めっちゃ代償あるやん。怖いんだけど。だからでも一回やってみた方がいいですよ。あ、じゃあ、いやすげえ乳首立ってるもん今。この場合男性の場合はね T シャツの中に入れられますけど、はい、あの女性の場合どういう風にやった方がいいのかっていうのもやっぱ、ね、やりたくない。なんで勝ったのに。本当にやだ、本当にやだ。エッカちゃん呼ぼう、エッカちゃんを。じゃあ普通に持つだけでもいいよ。どのように付箋が割れるかっていうのも頭おかしいんじゃないの。やっぱ見てた方がいいと思うんで。いやー、ね、すごい面白い機会ですね。ミントさんいいっすか？超お願いしますよ。やだよ。いや毎日動画やっぱり毎日やってきてんで。お願いしますよ。ゲストにやらせて終わるんすか？ね、誰だよお前は。ね、本当にやだ。嬉しそうですね。うわ、嬉しくないよ。嬉しそうです。じゃあしてみますよ。ミクは持った感じの罰ゲーム、ね、持った感じで。怖い怖い。女性こういう感じになると思うんで。じゃあ行きましょう。あんま攻めにやんない方がいいかもしれないです。下下、ね、ちょっと待って、私じゃあ。やった方がいいんじゃない、これじゃ。この桜井くん今ジラシ機能多分ね、このオンオフをね簡単にできるやつでやってるんですよね。ああきつい、はい、なるほどね。マジできついこれ。じゃあ行きましょうか。え、マジできつい。3、お願いします。2、1。ね、すごいと思いますね。だって見てこれ、ほら先っぽピラピラピラってなってるもんこれ。しりとり回しながらやってみますよ、よくなんでさ、そんなにさ、欲しがるの。本当にゲームっぽいことやってみますか。そうっすね。もうやだよ、いいよ、もう交換して。3文字しりとり、3文字しりとりでいきましょう。じゃあしりとりのりから。しりとりのりから、はい、タイガー桜井いきましょう。よーい、スタート。こんな感じでね、新しい新型罰ゲームマシン手に入れたので、我々どんどん、放送とか、使っていきたいと思います。うん、これ不調だと思うな。やばい、しかもマジ汚くなるから。うるさいし、うるさいから声聞こえないっていう時代がね。はい、といった形で今日の毎日動画はこの辺です。はい、それでは明日も7時にお会いしましょう。皆さんいってらっしゃい。いってらっしゃい、バイバイ。